ドロップボックスの中身もさ、整頓しないともうスペースがないんですよ。結構レッスン関係とか音楽関係のあれでね、やりとりで使ってるし、スタジオ仕事の時もこれ使っちゃってるから結構かぶっちゃっててさ、データがあちこちローカルにいたりとか、エヴァノートのカルテの方にバックアップされてたり、一応有料でさ、年間2テラを1万いくらとかで払ってるんですよね、このドロップボックスって。そんでもうスペースないのよ。Vlog24 ということで23はもう出しちゃえばいいのか。待てな、24とどれぐらいスペース残ってるの。400外そうか。で、はい、お疲れ様です。今日は6月24日です。はい、で今日はですね、土曜日ですね。午前中のレッスンと、午後からオンラインで、夕方のレッスンが昨夜、キャンセルになってしまいましたので、今日は平和ですね。久しぶり、かなり久しぶりです。もう今月はですね、京都に行って以来、ほぼほぼ休みなく、結構ハードスケジュールでここまで来ておりまして、まあ休みって言ってもそうだね、もう結構家のことが溜まっちゃって、こうやって何かしらさ、やんなきゃいけないのよね。これはちゃんと入れようね。今日も、レッスンが終わったらですね、やることリストを進めていきたいと思います。なぜ入らない、どういう仕組みになってんのこれ。縦か、こう、はい、で今度はこいつが Vlog の24ですね。外付けハードディスク一応見ておくか。残り400ギガでしょ。あ、レッスンが1個終わりまして、次、オンラインレッスンですね。ちょっと準備していきましょう。ああ、もうオーディオインターフェースも買い替えたいし、で明日がねやばいんですよ。もう1日レッスンで、
この時点で分かってるのは、ご飯食べる時間はほぼないです。朝から晩までぶっ通しです。なので明日の Vlog も今日は絶対終わってないな。最近朝早く起きてこう動画やろうみたいな感じでさ、もう後回しにしちゃってるんだけど、今日はそれできないですね。チェックチェック。はい、ではやっていきましょう。なんかさっき掃除しててマイクのさ、コンプレッサーなんかどっか触っちゃったかもな。なんとなく返しがこんな感じでしたっけみたいな。Look at meあ、24日午後予定が入ってまして申し訳ございませんってなってる。なるほど、ごめんごめん、間違えた。失礼しました。ということで、本日は終了でございます。じゃあ、お昼ご飯をとりあえず食べて、いや、どうしようかな、動画先やっちゃおうかな。さあさあさあ、本日の動画終わりまして、本日の IPA のコーナーでございます。こんにちは。さあ今日はどれにしようかな。リビジョンこれこれにしています。お願いします。